演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日は強く生きていけるよ。私ファミリーマートのローカの牛すきを食べたいと思います。この中にすき焼きの具材が入っているドラムでしょうけど、ちょっと水分吸いすぎじゃないですか、これ。ああ、ちょっと生地がもったいないみたいになっちゃってます。で、中身は、ちょっと熱い、熱い。わ、こんな感じのクロスの卵がとろっと絡んでますね。では、いただきます。もっとお肉感じたいな。中の牛肉のじゃまさにすき焼きのあの割り下の味で、ほんのり甘みがあって美味しかったです。そこに卵がうまく絡んできますね。ただちょっと水分が多すぎて生地が取りにくかったのと、べちゃっとした感じがあったのはちょっと残念かなと思いましたので、こちらも手袋に入れて、割り下という都合上仕方ないのかもしれませんが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。